はい、すするのミッドナイトTVということで何一つ変わってないんだけど、デジャブ、昨日の動画のデジャブ第2回ずるいこれやってみたなんてコンビニアレンジ選手権早すぎだろ、第2回もっと小出しにしていかないと日本撮り感がすごいね。とにかく、すするにコンビニでうまい飯を食わせたい。じゃ今日は何なんですか、今日は。今日はカレーパンの後ってことでもう言うじゃん。プリン、もういいじゃん、もううまいのに。もううまいのに。へぇ、こっから大丈夫か、ノリどうしたの、ノリがおかしいからそうなるんだよ。慣れないことするから、ね、慣れないことしようとするから。レッツゴー、レッツゴー。今回用意するのはプリン、はい、そして牛乳、以上です。もうちょいなんかないわけ。今日はもう手軽さで勝負しようと思って。なるほど、プリン開けてください。プリンを開ける、うん、これに牛乳をかける。牛乳は僕大好き。どうしよう、先にこっち食った方が分かりやすいかも。ただじゃあ一回プリン食ってもらっていいですか。失格ね。うん、いただきます。うまい、うまい、うまい。もういい顔すんな、マジで。うん、かわいい。はい、うまい。今のがプリン本体の味、うん、もう記憶したから。これにもう牛乳かけるだけなんで今回は。はい、どれぐらい味が変化するのかをそれを感じてほしいです。じゃあいただきますね、うん、これで。そんな簡単なことある。食らう。すっきりするやろ。あそんな違いわかんないよ。すっきりするやろ。あすっきりしたやろ。いや、そんな良さは分からない。食わしてみ、食わしてみ。実験してねえのかよ、まず自分まずやれ、自分で。食らう。すっきり。嘘嘘、言わされてるよ。絶対忘れてるんだ。すっきりしてんじゃん。プッチンプレーってやっぱちょっと甘ったるいからさ。全然甘ったるいぐらいがいいよね、むしろ。めっちゃすっきり。食ってみ。何やったらほんまにちょっとまずい。もうその感じあるよ、ほんとに。プリンすっきりさせる意味あるもんね。甘ったるいじゃん。ちょっとさ、このカラメルのとこと一緒に行ってみてよ、うん、あ、それは確かに。食らう。ああ、まあまあまあ、カラメルの部分はありっちゃう。やっぱしつこかった、カラメル。カラメルしつこかったやんな。どうしてもすっきり言わせたい。どうしても言わせたいってこと。カラメルは確かにちょっとしつこいなと思ってたでしょ。合うみたいなところあるよ、うん、これは。したらどうなる。すっきり。ほれすっきりすんねん、すごい。そういうおさせられた。これ混ぜたらうまいんちゃう、牛乳もちょっと入れて。その説はあるかもしれない。ガーって。あ、ちょっと多分見た目的には汚くなるけどやってみる、うん、見た目的には汚いけどちょっとやってみるか、うん。すいませんね、ちょっと飯テロ度は多分だから眼前低いガッと下がったよ。あ、でもなんかコーヒーゼリーみたいありじゃない。そうそう、なんかカラメルが絡むと飲めるプリンだからね。確かに飲めるプリンだわ。飲んでみる、これプリン飲み物だ、行こう。うん、飲んでみちゃおう。これを水筒に入れてみんなで持ち歩く。気持ち悪い。完全にデブの飲み物。正規みたいなもんじゃない。正規ってこうやつなんかつけて、そうなんかつけて。飲み物って考えたらめっちゃうまい。食い物って考えたらダメ、飲み物って考えたらすげえうまい。スタバの新作、ほら僕が紹介したかったのはこれです。嘘つけ、嘘つけよ。すっきり押してたの。でもカラメルのしつこさはとかもね、なんか全てが良くなって、良くなってすっきり。こんなに言わせたい。マジでどんどん飲むじゃんこいつ。すげえ気に入ったじゃん。本当に水筒に入れて持ち上げちゃったね。それでは、はい、コンビニアレンジ選手権、はい、飯テロ度、コスパ、手軽さ、味、総合的に評価して20点満点中何点ですか。15点。おお、すっきり度は何やねん。どんな第5の資格出してくれ。あなたが資格出さなくていいよ。すっきり度なんてゼロだよ。カレーより上だったよな。カレーより上だよ、めっちゃうまいしょ。うんうん、飲み物と考えた。どれどれ。しかもこの、なんていうの、だからむしろ濃厚。濃厚な飲み物。濃厚な飲み物。スッキリ度はゼロだから。飲み物と考えると濃厚な飲み物だね。そうだね。マジだ、うまっ。